はい、こんにちは、リオです。今から5月25日一部の時の MM が始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。てったん、ありがとう。はい、ありがとうございます。てったん、はい、これはですね、思い出の衣装なんですよ。これまあわかると思うんだけど、リーがデビューして初めて着た衣装になります。これをね、カムバックみたいな感じで、ね、もう一回着れるなんて思ってなくて本当に嬉しくて、はい、この衣装本当に思い出のある、本当になんかリーの悔しかった思い出だったり、嬉しい思い出だったり、もっと頑張ろうって思い出だったり、本当に喜怒哀楽が詰まった衣装なので、これからもね、いっぱいいっぱいね、大事に大事に着ていければいいなって思ってたんだけど、やっぱ衣装ほらコロコロ変わるじゃない、やっぱ変わるから、まあ、着ないんだろうなって思ってたんだけど、今回ついに着れるということで、めちゃくちゃ嬉しくて、これからね、またね、ちょっとの間この衣装でね、活動できるということで、すごく嬉しく思っております。なんかまたいろいろなね、感情がね、思い出がいっぱいいっぱい詰まった、本当に思い出のある衣装になるかなとは思うので、いっぱい見に来てください。いつもありがとう。はい、じゃあラストかな、いきます。そのみっちゃん、ありがとう。そしておめでとう、3周年だね。3周年、そして3ピースということで、3周年の3ピースしました。はい、そのみっちゃんとねはね、本当にね、なんかリはなんか入って、そんなあれだった、なんかなんだろう、なんか思い出が少なくはないんだけど、なんかやっぱりそのなんだろう、歩んできた歴が本当にそのみっちゃんは長くて、すごく嬉しいなと思って、なんかいつも当たり前にいる存在だとリーは勝手に思ってて、本当になんかそれが本当にかけがえのないことで、本当になんかそのみっちゃんの大事なところにお邪魔してお祝いさせていただいたりとか、そのみっちゃんがすごくすごくすごくいつもね、コスプレライブとか一緒に楽しんでくれたりとか、なんか本当になんかいろんなことをね、そのみっちゃんとこの何年も過ごしてきたかなって思っております。リーは本当にそのみっちゃんはマジでカンナギではなくてはならない探検隊だと思っておりますので、これからもいっぱいいっぱい一緒にいろんなね道を歩んでくれたらいいなって思っております。これからもこのね3周年お祝いできて嬉しいし、4周年5周年とお祝いできて、そしていつか武道館行けたねっていうチェキをね取れたらいいなって、絶対取れるようにその目標に早くね到達できるように頑張るので、これからもいっぱいいっぱい応援よろしくお願いします。そしてそのみっちゃん、いっぱい楽しい思い出作ろうね。いつもありがとう。はい、以上でリオンの続きのメンバーがやりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト